まず今週1週間の中でですね、皆さんがそれぞれ気になったニュースというのをですね、一つずつお話しいただければと思うんですけれども、山田さんからお願いできますでしょうか。いや、僕はね、今日新聞に出てましたけども、景気拡大は政府がですね、内閣府が景気はいつが山だったんだなんていうことをですね、今頃言ってるんですけども、2018年の10月が山だったと。今に何年前の話だと。で、その後は下り気味だったって、あれ？と思ってね。だって政府はこの間まで月例経済報告で緩やかな回復と言って、今年の2月まで、コロナがこれだけ大きな問題になるまで回復回復ってずっと言ってたわけですよ。で、2019年の1月ぐらいには当時の経済財政担当の茂木さん、茂木さんか、彼が、いや、イザナギを超えて史上最長の記録を達成したとかって、あれ？なんか違ったんだねと。でもそんなのはもうみんな分かってることをね、今頃こう偉い学者たちが集まって、山は2年前にもう終わってたなんて、これなんだよと。こういうことをやってんのが感情エコノミストなのっていうのは、改めてですね、昭和の時代の景気儀式みたいなことをですね、この今、今日同じようにですね、アメリカでは GDP が33%年率落ち込んでる、もうこの激変してスピード感が大事な時に、山はもうあれだったとか、そういうことを言ってるのがもうなんかおかしいなと、もう本当常日頃感じることいや、が、大体あれですか、その間違った資料に基づいて、消費増税をやったってことですか？まあ、だから間違った資料っていうか、これ結局いろいろ出てくるのをちゃんと検討するにはすぐに出ないっていうんだけどね。でも、あの頃からもう米中の貿易摩擦が出てきたり、いろんな形でもって縮小しておかしいって分かったわけですよ。だけど結局そういうふうなことを、まあ、黄さん言うように、消費増税これからやるときにね、邪魔だから、あえて、この景気判断がいいような形のことをずっと言って引っ張ってきたわけですよね。それで数字は間違ってなかったんだとかそうです言って、素人にはよくわかんない。はい。